今日から、エトワール・ヨシーノの、アルバムがですね、まあ、公開になっています。まあと言ってもね、まあこれをキャンペーンみたいのをやってるわけじゃないからね、自分が表に出したこの日がまあ公開ってことに、なります。コメント欄にもねありましたけど、実際どこで買ったらいいかちょっとよくわかんないんですけどっていうのはね、あると思うんですよね。実際お店に行って買えるわけでもないしね、買える場所はですね、これもね、今音楽って難しいんですよ。ちょっと年配の方には分からないかもしれないから、年配の人にちょっと分かりやすく説明するとね、もう今 CD っていうものを作るってことがないんですよ。特に僕のような、ね、売れたって100枚売れるかっていうぐらいの人が CD 焼いてもね、仕方ないっていうところがあって、その CD そのものをね、作らない。当初はね、作ろうとは思ったんですよ。作ろうと思ったんですが、今 CD は作らないことになっていて、でそれをね、各ストリーミングのプラットフォームっていうのがあるんです。有名なとこで言えば YouTube Music とか Amazon Music とか Spotify とかね、まあ何のこっちゃか分かんない人には分かんないんでしょうか今若い人を中心にね、それの会員になっていて CD を買わなくなってるんですよね。 CD を買わないで、その毎月毎月、Spotify なら Spotify にお金を払って、でそこで、なんならスポティファイなんか無料で聴けるからね、 CM 入ってる、はい、入ればね、入るけどっていう風になっていて、 CD を買わなくなっていて、そのストリーミング配信で聴けると。でそれはもう古今東西あらゆる曲がですね、そのストリーミング配信プラットフォームによって聴けるっていうサービスがもうあまたあるんですよ。であるので、まあみんな今 CD は買わなくなっちゃっているんですね。で僕の今回のこのエトワール吉野についても、ストリーミング配信で、公開しています。ですのでお手持ちの、Google YouTube だね、 YouTube Music とかね、Amazon Music とかをアカウント持ってる人はエトワール吉野と検索すればもう出てきます。なのでこれで聞けます。でも私そんなの持ってないし、よくわからないから CD ないのっていう声はあるんだよね。あるんだけど、じゃあそれで100枚、まあ100、まあ言ったって100枚ってなもんだし、まあ実際いろいろ大変なんですよね、 CD 作るのは。なのでCD は作らない、ストリーミング配信を持ってないっていう人、アカウント持ってないっていう人はじゃあどうしたらいいかっていうと、これまたねまあそういう人は聞けないんだけどね、まあちょっとハードルの高い方法があって、ベースっていう、まあ僕や豆彦の、ショッピングモールサイトがあるんだけど、そこにね、エトワール吉野の音源ファイルっていうのが売ってます。でこの音源ファイルを買うとね、音源のファイルが WAV っていう音源ファイルがフォルダーでダウンロードできて、でそれをまあパソコンに入れるのかどうなのかねって聞くっていう、まあ難しいですよ。
なんかもうそれだけで聞く気なくなっちゃうわ、 CD にしてくれればいいだけなのにって、まあ思うよね、思うんだけど、まあこれね、聞いてる、このラジオ聞いてくれてる、くださってる皆さんやね、何かがその CD を作るなら買うわっていうことがあればね、もちろん作るのはやぶさかじゃないんですが、実際ね、まあその細かいこと言えば、 CD で作る、 CD のための音源とストリーミング配信のための音源っていうのはね、ちょっと違ってるんですよ、制作の段階でもね。その音圧の基準が違ったりするので、まあ CD を作るっていうことのためならね、またそのそういう風にマスタリングし直して、まあ、作りたいなと思ってますが、まあ基本的には、なかなか音楽をやってる人がですね、有名どころじゃないミュージシャンがね、届ける、音楽を届けるというのはね、非常に難しいことだと思います。まあそんなことでね、作っておきながら届ける方法が複雑っていう、まあこういうのもね、だからいつもの話になっちゃうけど、だったら大きいところにいた方がいいってことあるよね。だから小さな町の豆腐屋さんが、もうだからその豆腐屋に来て買いに来てもらうしかないんだと。じゃあそれほど美味しいのかっていうとね、近くにスーパーに、いっぱい豆腐が並んでるのに、わざわざそこの豆腐屋さんに行く人っているのっていうと、やっぱり本当に近所の人ってことでね、まあこのラジオを聞いてる人はもう僕の近所の人ですので、まあ分かんなかったらね、分かんないって書いてもらえば、僕が吉野の音楽の聴き方を家まで行って教えますよ。それと、まあその CD をね、が CD あったらいいわっていう人がある程度の数揃えば、作らないでもないです。はい、ということで、今週はね、来週にかけて、まあようやくね、吉野のアルバムのが手から離れてね、もう離れてしまえばもう自分のものじゃないっていう感じなので、制作中はね、喋りたくないんですけど、まあ今となりゃもう何喋ってもいいやっていう感じで、まあちょっと今週、また来週12月5日のライブもあるしね、それに向けてね、吉野について、まあ1週間弱ちょっとまあ喋ってもいいかと、こんだけ時間かけたんだからね、5日ぐらい喋ってもいいかと思って、今週1週間は、吉野についてね、まあ喋れるだけ喋ろうというふうに思っている。今日は初日です。で、何を喋ろうかなと思うと、まずそもそもエトワール吉野の誕生についてね、ちょっと話をしたいなと思っています。この僕はエトワール吉野のプロデューサーという立場に、の井川さんとして今喋ってます。で、エトワール吉野さんというのは別に、おられるということに、まあ、なっています。で、そもそもね、まあ、どういうきっかけでエトワール吉野っていうのを始めたのかというと、本当に渋谷のね、宇田川町っていう、まあ、東急ハンズのあたりにね、僕はお店を2軒構えていて、まあ、その今2軒とも、ないんですが、一つは再開発でね、なくなっちゃって、でそこのなくなっちゃったお店の時に映画をね作る話がたまたま
本当にね、このラジオずっと聞いてくれる人にはおなじみの話になっちゃうんだけど、そこにいたおじちゃんがね、雇っていたおじちゃんが突然雲隠れして、仕方ないので僕はとんかつをあげる係になって、そしたらたまたまお客さんで、あなた映画撮ったらいいんじゃないかってしつこく言う人がいて、それでいやいや無理ですって言ってたんだけど、まあなんだかキャスティングまで全部わらわらとやってくれて、まあ1本目のアジサイとバタークリームっていう映画をまあ作ったと。でも作ったはいいんだけど、上映する場所がないので、そのじゃあ宇田川町のお店をね、ちょっと映画が見れるようにちょっと改造しようかっていうところがあって、でそこがまあ立ち退きになっちゃったので、まあこの映画をせっかくね作ってみた、だからこれ常にね作ったり、こういう風にみんなで映画が見れるっていうような、仕掛けになってたらいいなと思ったので、もう一つ渋谷店っていうお店をやっていたんですが、それを、改造してね、豆彦渋谷宇田川町店っていう名前にして、そこを映画が上映できるような、ちょっと、仕掛けを作ったわけです。ただそういう仕掛けを作ったもののね、そんなに映画っていうのは、まあ、1年に1本やれるかどうか、今ね8話つく連ドラやってんだから今なら全然できちゃうけど、まあ当時はねなかなか映画ってのは難しいなということで、その上映するスクリーンが下がっていない時のスペースをね、があったのでね、そこにたまたま正原っていうオペラ歌手が、訪ねてきて、何かこのお店を使ってねコンサートみたいなこと、簡単なプチコンサートみたいなのをヨーロッパのようにできないかと言われて、あどうぞじゃああそこの小上がりでよかったら好きにお使いくださいって言われて、ついでだから井川さんも出てくださいよって言われてね、まあ出てったってまあまあいいや、ちょっとお芝居も兼ねてちょっとまあにぎやかしの忘年会のような感じで、やろうって言ったのがゲーテ先生の音楽会っていう題目だったんですよね。でそのゲーテ先生の音楽会っていうのは僕もやってて面白かったし、まあまあサーラもね、ゲーテ先生として面白かったんだと思いますよ。でまあ映画作るどこまでやったり、結局10いくつやったかな、半年3ヶ月に1回ぐらいね、どうでもいいあれですよ、題目ね。でそれをずっとコンスタントにやっている中で、喫茶エトワールっていうシャンソン喫茶を舞台にした物語があって、でそのシャンソン喫茶に女主人としてエトワール吉野っていう人がいてね、でまあもういよいよ倒産すると、もうお店としても閉店するっていうことが決まっててね、でもそこにそのインターネットを使ってね、そのお客さんを呼び込むっていう、まあまあそういうまあ話のがあって、でそこでねシャンソン喫茶としてなんか歌ったのがカモメのジュテームっていうのと愛のつぼ焼きっていう歌だったんですよ。まあこれは替え歌ね、愛の参加と枯葉を、パッとね買い作ってでやったと。でそれがねなんかどういういきさつかね再演やろうって話になったんだよね。でまあ再演をやるっていうことになって、またエトワール吉野をやることになってね、でまた愛のつぶやきとなんかやって、まあどういうことだったのか分かんないけど、このエトワール吉野だけでなんかやろうっていうのが最初あったんですよ。まあ
ゲーテの新作作るのは大変だけど、このエトワール吉野のまあプチコンサートみたいなんだったらね、手間もかかんないしっていうんで、確かね、まあその時はもうお店にあった電子ピアノとエトワール吉野だけでねリサイタルっていうんで、まあ7、8曲やったのかな、替え歌ばっかりで。そういう替え歌シリーズっていうのがいろいろあって、コロッケの呪いとかねトリビアクションとか、まあいろんなそんなものがあって、まあそれぞれ結構まあゲラゲラ面白い。でまあプロデューサーの目線で言えば手間がかかんないわけね。明日やるよって言われても、まあはーいって言って替え歌作ってやればいいからね。ゲーではね、なんだかんだ言ったって 2,3 週間みっちり割と稽古しないとできないので、まあ安きに流れたって言おうかな。でまあ吉野をやったわけですよ。でその宇田川町店も閉店するっていうことになって、ああもうにね、ゲーテもできないし吉野もできないんだなということで、まあ吉野のラストリサイタル、お店がね本当に劇中にお店がお客さんが来なくて閉店するって話とまあくしくも宇田川町の、閉店が重なって、でまあ宇田川町店っていうのはもう一時はものすごい流行ってたんだけど、やっぱり周囲をね再開発もあって全部工事現場になった時に、まあ売り上げが3分の2になってるだけでもう厳しいんですよ、実際問題経営としては。だから本当に常に流行ってて、流行ってないとできないっていう、自転車操業だけど、まあそんな感じでねやってって、まあじゃあ閉めることになって、まあそうだね。でも僕としては、まあその閉まってもせっかくね育てたゲーテや吉野っていうのは、まあまあちょいちょいどっか外でね借りてもやればいいんじゃないのっていうふうに思ってて、実際ゲーテなんかもその後ね銀座の空でっていうのはっていうライブハウスでやったりっていうことがねあって、そのまま継続したんですよね。で吉野さんも同じようなことで、まあ、継続すると。というのもね、なんていうのかな、やっぱりお祭りっていうのかな、こういうお祭りみたいなものっていうのはまあ必要だからね、まあそういうことで続けましょうっていうことで、まあ続けたわけです。でその後やっぱり替え歌だけじゃなくて曲を作って歌いましょうっていうことがあって、ピアノのね伴奏やってくれてる石川さんに曲を作ってもらって僕が歌詞を作るっていう、まあ、それが思い出とか2つの空っていう曲だったり、瀬尾一三さんにね曲を作ってもらって、っていうのもあってね、まあ僕は曲が作れ長いと思っていたからね。でもまあそのうちそれもまあ鼻歌でいいんだったら作れんじゃないのっていうことで、まあ鼻歌で曲を作るっていうことをまあやって、まあそれからですかね、それ自分の歌、替え歌、石川さんが作ってくれたようなやつで、じゃあ去年はモチーフっていうアルバムを作ろうっていう、まあこれメンバーが固まったっていうのもありますよね。いろいろ紆余曲折あったもののね、とりあえずはこのメンバーでまあレコーディングなんか面白いですねっていう。で去年そのファーストアルバムでレコーディングやってみて、ああなるほどと、こういうことかっていうふうに思ってね、まあそれからまあ今回2枚目に当たるわけですが、
まあそれと並行して僕はラジオ瀬尾さんやっててね、瀬尾さんの作った曲の数の多さ、その音楽まあ、業界の、ありよう、まああと瀬尾さんっていう人のストイックな生き方なんかを見て、音楽をやろうっていう気はまあないですよね。今もないし、ただエトワール吉野っていうものが誕生しちゃっていて、なんかそれをなんていうのかな、本当にこれは僕にしかわからない感覚だろうけど、エトワール吉野になる前、そしてまあエトワール吉野でエトワール吉野が終わった後って言った時に、エトワール吉野だけが独立してるんだよね。あのお客さん にとってもそうだし、あの僕の中でも本当にエトワール吉野っていう人が、存在していて、そこにお客さんとの関係性がある。だからいかわーとは言えないけどね、吉野とは言えるっていう、何かねそういうのがあって、まあ例えばマツコデラックスっていうのもそうだと思うんだよね。マツコデラックスっていうのも中身がいるわけだろうけど、やっぱりマツコに叱られるとかね、マツコっていう、まあそういう意味では瀬戸内寂聴も三輪明宏もそうかもわかんない。やっぱり生身のリアルな人間っていうものの限界っていうのとも違うけど、やっぱり生身の人間は生身の人間、でもなんかそうではないものっていうのがね、やっぱりみんな必要なんだろうなと思って、まあそういうことでね、吉野は誕生から今日まで続けています。